査してセッティング入る。そして今日はここで綱引きをするわけですけども、野毛を飲む方、それから吉田町で楽しんでいる方、ファンの対抗ということで、企画をいたしました。では野毛 VS 吉田町ファン対抗綱引き大会第1回戦スタートです。では圭一さんお願いします。いきますよ。はっけよーい、残った吉田町ファン対抗綱引き大会第3回戦です。ケイさんお願いします。はい、参りますよ。最後はみんな頑張っていこう。はっけよーい、残ったこれが最後の勝負になります。4回戦、企画になかったんですけど4回戦スタートしたいと思います。ケイさんお願いします。参りますよ、最後の勝負。あ、待ってね、今新たに吉田に加担者が現れました。いきますよ、はっけよーい、若干不利と言われるこちらからで、ね、はい、引っ張り切りましたね。引っ張り切りましたね。その結果
野毛の意地を見せていただいた結果2勝2敗、まあ、2対2でトゲのない感じにそうですねなりましたね。町内の服がどう変わらないこのままね、はい、このままになります。仲良く、はい、という形になります。お話ビールが準備できてる、はいはい、準備がビールが準備ができているそうです。そうですね、はい、最後集合写真を撮りました。はい、こちらですね。大丈夫でしょうか。ビールこちらもございますよ。どうぞ。最高スタテはい、ビールどうぞ。北海道から横浜に行くの主要道の通りを訪問していくので、近くの方からよろしくお願いします。どうぞ。どうぞ。どうぞ。いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞ。Thank you.
サファリパークデュオの野村聡です。とてもお客さんが優しくてノリのいいお客さんが多くてとっても楽しいです。食べちゃうヤギ、ご飯が大好き人間、
そうしよう。できれば豆乳、僕は豆乳派。たくさんいらっしゃると思うので改めて自己紹介させていただきます。私は神奈川県茅ヶ崎市湘南に事務所を構えておりますプロレスリングフリーダムズというプロレス団体の選手兼代表取締役でございます。忠実すぎて愛しすぎて胸が張り裂けそうに言いたいの。僕は言う優しくキスをして、君なら命預けてもいいから言う。 You're my special always when I'm falling into you. You're my special always always、我々店員でなくて客なんですけども、はい、普段からお店のマスターが素晴らしい人からに惚れて、ぜひ身を粉にして働かせていただきたいということで、今日も参加させていただきました。なるほど、はい。